はようございます。フォトレシオです。いつもご覧いただいてありがとうございます。本日は11月23日勤労感謝の日。勤労してます。 R5 と R6 と一部のレンズにファームウェアがアップデートが来てたので、ファームウェアのアップデートをしながら雑談をすると。で、雑談のお話の内容としてはアップルシリコンの Mac についてと、先日の動画でご紹介したこちらのスピードエディター、こちらに関して、まあまずね、バージョンアップの内容をね、確認していきましょうか。EOS R と5と6は共通で、バージョン 1.2 が公開されております。で、ドライブモード、高速連続撮影の高速表示しない設定の時と、低速連続撮影の設定でフレーム間にブラックアウトしたフレームを表示するようにしました。で、ファインダーの明るさに自動っていう項目が追加されました。その他、スピードライト、この間出たね、キャノン純正のバッテリー式のスピードライトですね、の対応が あるのと、あとね、HEIFの画像について、MIAF、マルチイメージアプリケーションフォーマット対応を図りましたっていうのがあるんですけど、これちょっと僕自身が分かっていなくて、マルチイメージアプリケーションフォーマット、これね、調べてもよく分かんないですよ。あのね、有料の資料しかなくて、ちょっとよ分かんないので、ちょっとこれね、詳しい人よろしくお願いしますっていう感じですね。企画があって、それに合わせたっていうことだと思うんですけど、すいません、分かりません。で、あとは一部の RF レンズ、UF レンズについて、ズーム操作中に AF およびレリーズができなかった問題を改善しましたということになっていますので、1.2 これ入れていきたいと思います。はい。RF50mm にもファームウェアが来ております。RF50F1.2L。で、この RF50F1.2L のファームウェアに関しては、この間、先日出た C70、キャノンのね、シネマカメラ。への対応ですね。C70 に装着して高感度撮影をした際に映像にノイズが出る問題を解決しましたと。まあ直接私には関係ないですけど、一応入れておきます。ということで、これもダウンロードと。というわけで、これで必要なファームウェアが揃いましたと。まあのんびりとやっていきましょう。でファームウェアに関する説明はこの辺で終わりまして、雑談をしていきます。雑談をしていきますっていう宣言もなかなかないんですけど、まずしたい話はですね、 Mac ですよ。最近発売された Apple シリコン搭載の Mac、 Apple シリコン要は M1 チップ搭載の Mac が何がすごいのかって話なんですけど、 M1 チップは MacBook Pro の2019年モデル、これ Core i9 っていうインテルの CPU が入ってるんですけど、それとほぼ同等かそれ以上って性能的には言われてます。ベンチ性能は確実にその M1 チップの上なんですよね。あれ所詮は iPad とかで使っていた、所詮はって言っちゃあれなんですけど、 iPad で使ってた CPU なんです。 SoC なんですよ。ワンチップでその GPU と CPU が使える、それの性能は、まあ、i9 を超えているという話で、まあ、ここだけで言えば即乗り換えたいみたいな感じではあるんですけど、で、i9 の一番良くない点はクソ熱いってことなんですね。めちゃくちゃ熱くなるので、その熱くなる影響で、もともと MacBook Pro って15インチだったじゃないですか。でもこれ16インチにしたんですよ。でこれ多分16インチにした理由って i9 が熱すぎるからだと思うんですよね。熱問題が多分ね、すごいあったんだと思うんですよね。で、それで16インチになったんですけど、まあその16インチの、いわゆる今、最高峰の MacBook と同程度以上の性能を持った CPU が、今、Mac mini と MacBook Air と MacBook Pro に13インチに、まあ、入ったやつが発売されたということで、単純に性能すげえいい。ので性能がすごく良くて発熱が少ないので、こうみんな大騒ぎしてるわけですね。まあ、言ってもその最上位の MacBook Pro と同等以上の性能を持った CPU が、でも一番下のラインの MacBook なり MacBook Air なりに搭載されているので、割と革命的な内容だとは思います。じゃあ乗り換えるかっていうと、ちょっと乗り換えられないというか、単純には乗り換えられないみたいな部分があって、 Adobe 系のね、ネイティブ対応がまだできてない。 M1 チップにいち早くネイティブ対応したのはダビンチなので、ただまあベータ版であるんですけど、ダビンチ 17.1 っていうのと、これでもう超絶快適な
編集環境ができそう、できそうなので、まあ、乗り換えたいなみたいな気持ちはあるんですけど、アドビ系とかキャプチャーワンとかがまだ対応していないという現状、あとはキヤノンのね純正もしてないので、ちょっと買えないですよね。ただ使ってみたいみたいなのはあります。はい、 MacBook って Air と、まあ、Pro があって、大きな差は CPU にあったわけですよ。 CPU でヒエラルキーを分けられてたんですけど、 Pro と Air の境目だったはずの CPU が全部一緒になっちゃったんで、今多分 Air が一番お買い得だと思うんですよね。その Air の薄い軽い中に MacBook Pro 16インチとほぼ同等以上の CPU が乗っかっている。ただ当然ね、メモリの量とかは16ギガまでと限られているので、じゃあ乗り換えるかってはならないんですよね。重たい処理、まあ僕は基本的に重たい処理はあんましないんですけど、押した時にメモリが足りないとかっていうことにならないのかどうかっていうのはちょっとよくまだ分かってないのと、プロラインのこの15インチとか16インチのラインにも同じチップが乗るのかどうかっていうのが非常に興味があるところで、同じチップ乗せちゃダメなんじゃないって僕は思ってるので、多分進化した M1、 今の M1 チップの進化版 M2 なんになるのか、 M1X みたいなのがまたプロ用のやつが出てくるのか、そこはちょっとわからないんで、そのプロラインがどうなるのかで何を買うかっていうのをちょっと決めていく感じになるかなとは思いますね。みんながすげえすげえって言っているので、僕もすげえすげえって言いたいと思ってすごい欲しいんですけど、まあ、今買うと多分無駄になっちゃうんで、ちょっと様子見かなっていう感じですね。では自社製 CPU でしょ、自社製 CPU なのでもっと安くなんないのってちょっと思ったわけですよ、僕なんかは。ならねえなっていうそこなんかちょっと納得いかんみたいな感じですね。 RF50mm もねやります。はい、レンズのバージョンをアップします。まあこれよく言われる話ですけど、 MacBook とか iMac とかって液晶すげえ綺麗なんですけど、色はいまいち正しくないんで、なのでその色確認用のモニター必ず必須なんですよ。でこの構成ってなんかお前ややこしいじゃないですか。だったら Mac mini ここに置いて、もう一枚色のちゃんとしたモニターここに並べた方が実はいいのでは。でその Mac mini とこっちのいい GPU との組み合わせとかがなんかうまくいくなら Mac mini にしちゃってもいいのかなってちょっと思ったりとかして、だからね、やっぱみんながああやって MacBook とか Mac mini とか買ってワイワイってやってるのは羨ましいですねまあカメラマンにしてもビデオグラファーにしてもソフトウェアの対応が一番重要なので、おいそれとね新機種を変えないっていう部分はまああるんですよね。モハベじゃないと仕事できない人とか多分いると思うんで、もうそこら辺がねソフトウェアメーカーが、まあ、握っちゃってる部分あるんで、対応が遅いところだと新しい Mac に移動できない。なんで仕事用とそういう趣味用のやつは分けてやるとかっていう人も当然いるとは思うんですけど、うちは残念ながらそこまで余裕はないということで、ああ欲しいな Mac mini みたいな感じですかね。 M1 チップ Mac 欲しい。キャノン系はあんまりニュースとか最近ないもんね。とりあえず機体は12月の RF50mmF1.8 と 7200F4 ですよね。正直まだね発売日に手に入るかどうかもわからないんで、あのねとりあえず発売日にはライブやります。開封とテストシュートライブみたいな感じで、とりあえずアシスタントの人をちょっと誰か呼んできてっていう感じで考えてますんで、ということで EOS R5 と RF50mm のファームウェアアップデートが終了しました。じゃあ次は R6 ですね。はい、 EOS R6 のファームウェアのバージョンアップをしていきます。はい、ファームウェアは 1.1.1 ですが 1.2 に、変えますと、バージョンアップしますと。確認した方がいいのかな。じゃあブラックアウトがなくなったって、違う、これブラックアウトを追加したのか。
ああ、ブラックアウトを追加したんですね。なるほど、そういうこと。はい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 、はい、理解しました。そうですね、ブラックアウトするようにしたんですね、 1コマごとにっていうあれでした。超高速連射の時はブラックアウトしない、パシャ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 って形、静止画が連続しているように見えるんですけど、その他のちょっと低速のやつでも似たような感じだったのを一コマごとにちゃんと区切るようにしたということですね。はい、すみません、勘違いしました。今ミラーアップを再現しているってことですね。です、はい、でこれ今 EOS R6 をバージョンアップしております。でね、これです。これ前回の Vlog でダヴィンチリゾルブのライセンスを買うとこのスピードエディターがついてくるっていう話で、スピードエディターちょっと触って結構すごそうだって話を、まあ、してたと思うんですけど、すごかったこれ。で、あのあとちょっと一生懸命勉強して自分のスタイルに合うかどうかっていうのも含めてちょっと検証してたんですけど、めちゃくちゃすごかったです。編集時間が半分ぐらいになるので、今度ちょっと別で、あのいいところとか悪いところがね、ほぼ見つからないんだよね。あのすごいですよこれ。とにかく編集の方法っていうのが変わる。マウスとキーボードと併用かなとか言ってたんですけど、これだけで大体いける。まあ、細かい部分はどうしてもキーボード使ったりマウス使ったりする部分も出てくるんですけど、あのこと編集っていうことに関してはこのスピードエディターめちゃくちゃすごかった。でこれがタダでついてくるんですよ。ダヴィンチ自体は、まあ、無料版でもねそんなに遜色ないぐらい使えるんですけど、まあ、有料版だとその機能制限がなくなるので 8K が書き出せたりいろいろ利点はあるので、もう絶対お得なんで、あのこれから YouTube 始めたいとか動画やりたいとかっていう人はマジこれおすすめ。まあブラックマジックの戦略としてはよそに行けなくする戦略を取ってるので、ここにハマる気があればハマる気があればね、めちゃくちゃいいですよこれ。僕あのプレミアってほとんど使ったことなくて、僕の YouTube の動画の編集のそのソフトの遍歴って iMovie でちょっとプレミア使って、これは合わねえってなって、いつぐらいからかな、もう覚えてないですけど1年ぐらいかダヴィンチを使ってるんですよ。プレミアに対してこれがどういいかみたいなあの利点は話せないんですけど、ダヴィンチは触れば触るほど非常に便利な機能がたくさんあって、そしてこれですよ、このスピードエディター、めちゃくちゃスピードが速くなります。あのね、名前にたがわない、もうこれなしでは生きていけない体になってしまうぐらい素晴らしいソフトと、このハードのねどういいのかっていうのはちょっと今度また別で動画撮りますんで、とにかくねこれは今めちゃくちゃ愛してます。抱いて寝たいぐらい、まあそれは嘘ですけど。なんでね、ダヴィンチ今から動画やるとか動画勉強するって人はね、絶対ダヴィンチで始めた方がいいですよ。でまあプレミアのことは知らないので、プレミアに対してどういいかっていう説明は私にはできないです。というわけで無事に EOS R5 も R6 もバージョンアップが終了ということで動作確認。はい、とりあえずちょっと先々の予定なんです。先々の予定ってほどの先々はないんですけど、あの100500のレビューをねちょっと今やりたくて、作例取りためてるんですけど、今月スタジオがめちゃくちゃ忙しくて、あのね撮影に行けないんですよ。夜とかなら行けるんですけど、日中全然出られなくて、で今週かな、連休明けがちょっと時間が空きそうなので、そこで行きますんで、あのもうちょっとお待ちください。あとね、あの焼きそば食べたい焼きそば食べようかなと思ったんですけど、いやなんかね、なんかちょっとネタで使おうかなと思ったんですけど、あのねこれスタジオで食べられないんですよ。なぜかというと、お湯がね 2.2 リットル必要なのね。うちにある電気ポットは、まあ、1リッターぐらいしか入んないので、1リッター沸かして入れて1リッターまた沸かしてたらもうふにゃふにゃでしょ。だからガスコンロと2リッター以上のその容器、鍋とかどっかで調達してこれを作らないと食べれないんで、ちょっと年末までのどっかのタイミングでねなんかやろうかなと思いますけどこれを食べる動画をねこの YouTube に流そうとは思ってないんで安心してください。
まあ連休もねもう残りわずかですけど、今ね11時過ぎぐらいなんですけど、これでどのぐらいのスピードでアップできるか、まあ、そこもご注目って感じですかね。では今日はこの辺で、さようなら。